ジャンゴ繋がれざるものは2012年に公開されたアメリカ映画ドイツ人賞金稼ぎに助けられた黒人奴隷が生き別れた妻を取り戻す西部劇監督脚本はクエンティン・タランティーノ出演はジェイミー・フォックスレオナルド・ディ・カプリオクリストフ・バルツサミュエル・エル・ジャクソン世界で高い評価を受けアカデミー賞では5部門ノミネートうち 脚本賞と助演男優勝を受賞。タランティーノの脚本賞受賞は代表作、パルプフィクション以来2度目、助演男優勝を受賞したバルツについても、タランティーノ監督の前作、イングロリアス・バスターズに続いての快挙となった。興行成績も非常に高く、アメリカ、世界ともに、タランティーノ作品で最高収益を上げた、イングロリアス・バスターズを超えて、 大ヒットを記録した。南北戦争直前のアメリカ南部、テキサス。ドイツ人賞金稼ぎシュルツは、賞金首の三兄弟の手がかりとなる、黒人奴隷、ジャンゴを手に入れる。奴隷制を嫌をするシュルツは、三兄弟の追跡に協力させた後ジャンゴを解放し、賞金稼ぎの相棒にする。ジャンゴの生き別れの妻、ブルームヒルダが、 ミシシッピのキャンディ農園に所有されていることが判明する。シュルツとジャンゴは格闘奴隷の買い付けを装ってキャンディ農園のシュカルビンに近づく。シュルツの店金12000ドルに欲目を出したカルビンは二人を農園に招き入れる。他人のふりをしてヒルディの購入に成功する寸前、カルビンの重木スティーブンがヒルディとジャンゴの関係を見抜く。カルビンは シュルツを脅迫し、ヒルディの代価として一万二千ドルを揺すり取る。シュルツはカルビンの人間性に耐え難くなり彼を射殺する。シュルツはカルビンの部下に撃たれる。残されたジャンゴは大立ち回りを演じるが、ヒルディを人質に取られて捕獲される。課長を殺されたキャンディ家は報復としてジャンゴを奴隷の国士で悪名高い鉱山に売却する。 ジャンゴは、鉱山に運ばれる道中で、運び屋たちを殺して脱走し、キャンディ農園に舞い戻る。キャンディ家の人間たちを打ち倒して、屋敷を爆破し、救出した、ヒルディと共に農園を去る。パリプレミアでのジェイミー・フォックス、クリストフ・バルツ、ケリー・ワシントン、サミュエル・エル・ジャクソン。パリプレミアでのクエンティン・タランティーノ監督。2007年に、クエンティン・タランティーノが、 デイリー・テレグラフにて、アメリカ合衆国ディープサウスを舞台とした、マカロニ・ウェスタンのアイディアがあると語った。タランティーノは制作意図について、僕はずっと、この、アメリカのひどい過去である、奴隷問題を扱った映画を制作したいと思って、いたが、歴史に、忠実な映画にはしたくなくて、ジャンル映画として描きたいと思っていた。特にアメリカのウェスタン作品は、極端に、 奴隷問題を避けて描いてきた作品が多かった。海外の国は強制的に過去に犯した残虐行為に対して国ごとに対処しなければならなかったが、どこかアメリカはこの奴隷問題に関してはみんなの過ちとして捉え、誰もしっかりとこの問題を見つめていないと思うと説明した。2009年11月、タランティーノは イングロリアス・バスターズの宣伝のため来日した際、滞在先のホテルで買い込んだ大量の西部劇映画のサントラを聴きながら、本作の最初のシーンのアイデアが生まれ、ホテルのメモ用紙に書き始めたという。2009年12月、タランティーノはイングロリアス・バスターズとは異なるジャンルのプロジェクトの存在を明かした。2011年5月2日、そのプロジェクトは、 かつての主人に復讐する元奴隷を描いたジャンゴ・アンチェインドであり、2007年に語ったサザンであることが判明した。タランティーノは2011年4月26日に脚本執筆を完了し、ワインスタイン・カンパニーに最終案を提出した。2012年10月、頻繁にタランティーノのコラボレーションをしているリッザはジャンゴを繋がれざるものと、 彼の監督映画、アイアンフィストで、クロスオーバーの企画が存在していたことを明かした。クロスオーバーの内容は、リッザのキャラクターの若い頃、奴隷オークションに出されるという内容であった。スケジュールの都合により、リッザの参加は困難となった。インスピレーションの一つは、セルジオ・コルブッチの1966年の、マカロニウエスタン、ジャンゴ、砲台、族、 今夜の用心棒から得ており、フランコネロが本作に亀を出演している。他に、奴隷が戦闘訓練を受ける箇所は1975年の映画マンディンゴから影響を受けている。タランティーノはさらに雪のシーンでは、殺しが静かにやってくるのオマージュが含まれていると語っている。ガーディアンのインタビューで、殺しが静かにやってくるは雪の中で撮られている。 私はそんな雪の中でのアクションが大好きで、ジャンゴ繋がれざるものでも途中で大きな雪のセクションがあると述べた。タイトルタイトルのジャンゴ・アンチェインドは前述の1966年のコルブッチの映画、ジャンゴのほか、1959年のイタリア映画、ヘラクレス・アンチェインド、1970年のアメリカ映画、エンジェル・アンチェインドが元となっている。当初、 タランティーノは、ジャンゴ役に、マイケル・ケイ・ウィリアムズとウィル・スミスを候補にしていると、報じられたが、最終的に発表されたのは、ジェイミー・フォックスであった。また当初、セルジオ・コルブッチの、続、荒野の用心棒で、ジャンゴを演じたフランコ・ネロが、カルビン・キャンディを演じると報じられていた。エース・ディ役には、ケビン・コスナーへ交渉がなされていたが、スケジュールの都合により降板した。 代わりに、カート・ラッセルが加わったが、その後降板した。ラッセルの降板後、同キャラクターに改めてキャスティングはされず、ウォルトン・ゴギンズ演じるビリー・クラッシュと合併された。ジョナ・ヒルにも出演依頼がされていたが、エイリアン・バスターズとのスケジュールの折り合いがつかず、実現しないと報じられた。しかしながら2012年6月15日、ヒルは、投用可能となり、 キャストに加わったことが発表された。2012年4月4日、出演が予定されていたジョセフ・ゴードン・レビットは、自身の映画監督デビュー作、ドンジョンを優先させるために断念することを発表した。ゴードン・レビットは、私は本当に、本当に出演したかった。彼は大好きな映画作家の一人だと説明した。ジャンゴの衣装は、 トマス・ゲインズ・バラによる1770年の油絵、誠意の少年に触発されている。2013年1月、バニティフェアのインタビューで、衣装デザイナーのシャレン・デイビスは、映画の衣装は、マカロニ・ウエスタン作品や、その他の芸術作品の影響を受けていることを明かした。ジャンゴの衣装についてデイビスとタランティーノは、テレビドラマの、ボナンザの影響について言及している。二人は、 同番組でマイケルランドに演じるリトル・ジョーがつけている帽子を作った職人を雇った。デイビスはジャンゴの外観についてロックンロールな性格を持っていると説明した。ジャンゴのサングラスはホワイトバッファローでチャールズ・ブロンソンのキャラクターがつけているものに影響されている。さらにデイビスはジャンゴの服のためにトマス・ゲインズバラの1770年の油絵、 誠意の少年を参照した。最後のシーンのブルームヒルダの衣装は、荒野の一ドル銀貨で、間借りのキャラクターのそれと類似している。デイビスは、カルビンキャンディの衣装のアイデアは、レッドバトラーと述べた。キングシュルツのコートは、刑事、コジャックのテリーサバラスのものに影響を受けている。 デイビスはさらに映画の最終カット版に採用されていない衣装のアイデアがあることを明かしている。主要撮影は2012年1月よりカリフォルニア州、2月にワイオミング州、3月にルイジアナ州で行われた。撮影は 35mm フィルムのアナモルフィックフォーマットで行われた。2012年7月末に130日間に及ぶ。 撮影が完了した。編集はこれまでタランティの作品を手掛けていたサリー・メンケが2010年に亡くなったためアシスタントだったフレッド・ラスキンが今回より起用された。映画ではオリジナル曲と既存の音楽の両方が使われた。映画のために特別にリック・ロスの百機の黒い棺ジョン・レジェンドのフーディッド・ザットという 演ニオ・モリコーネとエリーザのアンコラキ、アンソニー・ハミルトンのフリーダムが作曲された。他にフランク・オーシャンも映画のためにオリジナル曲を書いたが、タランティーノは拒否し、オーシャンはあらゆる方法で本当に素敵で詩的で幻想的なバラードを書いたが、それにちょうど良い場面がなかったと説明した。オーシャンは後に自身のタンブラーブログ上で、 バイズマンという大の曲を公開した。最初のティーザーポスターは、イタリアの画家のフェデリコ・マンコッソによる、ファンアートポスターの影響を受けている。彼のアートワークは2011年5月に、シモプスト公式タイトルが発表された数日後に、公開された。2012年8月、タランティーノの要望により、制作会社は、マンコッソによるアートワークを、 プロモーションで使うために買い取った。アメリカ合衆国では2012年12月25日にワインスタインカンパニー配給。イギリスでは2013年1月18日にソニーピクチャーズエンターテインメント配給で公開された。2012年12月1日、全米監督協会に向けて初めて上映された。プレミア上映は2012年12月14日を 予定していたが、サンディ・フック小学校銃乱射事件の影響を受けて、中止された。2012年12月24日時点で、ロッテントマトズでは、65件のレビューで、支持率は91%、平均値は7.9、10である。メトクリティックでは22倍体のレビューで、過重平均値は80、100である。作中で使用されている。 過去の楽曲を作成した音楽家のエンリオ・モリコーネは多くの血が流れる本作をあまり好まない胸の評価を述べている。スピルドットコムの批評家は本作でニガーという単語を多く使っていることを非難した。一方でいくらかのレビュアーはアメリカの奴隷制度の歴史的文脈を示し単語の使用を擁護した。また、 一部の批評では映画が非常に暴力的であることが批判された。ジャンゴのプレミア上映は2012年12月14日にコネチカット州で起こった銃乱射事件後延期された。映画監督のスパイクリーはバイブのインタビューで本作を見ないと述べ、私が言おうとしているのはこの映画が私の先祖に対して失礼だということだ。これは私の意見で。 誰かを代表しているわけではないと説明した。リーはまたツイッターでアメリカの奴隷制はセルジオレオーネのマカロニュエスタンではない。ホロコーストだ。私の先祖は奴隷だ。アフリカから盗まれた。彼らに敬意を払うと呟いた。ネーション・オブ・イスラムのルイス・ファラーカーンは映画を人種戦争のための準備だと思ったと述べた。タランティーノは マンディンゴの戦いについて、こうしたことが実際に起きていたということを、常に気にかけていたと述べたが、映画で描かれていたような、奴隷主が、奴隷たちを剣闘士に仕立て上げて殺し合わせ見せ物に、したという歴史的証拠はなく、噂はされていたものの記録されたものはない。ザニューヨーカーのジェラニコブは、タランティーノが時折見せる史実の柔軟な扱い方は、 映画の価値を高めていると指摘した。映画で登場する覆面略奪集団、レギュレーターズは、実際の KKK ではなく南北戦争後の、KKK の精神的な祖先として描かれた。その他の章は、EN、リスト・オブ・アカレーズ・レシーブド・バイジャンド・アンチェインドを参照。ありがとうございます。